こんにちは、タカラトクトです。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。さあ、カフェの方からね、自宅に帰ってきたところで、ちょっと速報という形でお送りしていきたいと思います。XRP のね、話題を取り上げていきたいんですけれども、ですね、なんと、イギリスのマーキュリー FX 社ですね、仮想通貨リップルを利用した XRP の、ね、国際商業送金に成功ということで、まあ、ちょっとニュースの、ね、まあ、斜め読み的な形で、ね、お届けしていきたいと思います。まあ、重要な部分を、ね、抜粋して、話をしていこうかなと思いますのでね、まあ、聞き流しながらXRP の、こう普及に向けて、ね、どんどん動き始めているというところをぜひ、ね、感じていただけたらなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。さあ、マーキュリー FX ですね、初のXRP利用送金、XRP 関連の、ね、最新情報も、まあ、盛り込んでいるということなんですけれども、6日ですね、XRP を利用した国際商業送金の成功を発表したという、成功を、ね、発表したわけなんですけれども、2019年前半までに中東やカナダなど10カ国の、ね、XRP の需要実利用展開を、ね、予定しているということで、他の動画でも、ね、お伝えしているので、多分この情報を知るという方も、ね、たくさんいると思います。まあ、XRP についても、まあ、ちょっとおさらいしましょうか。国際における、まあ、国際送金における、ね、この決済の流動性を向上させながら、仲介手数料などの費用を最大限に削減したい、送金業者などを対象に法定通貨の、ね、こう XRP、法定通貨を XRP に換金してから送金して、送金先のユーザーが利用する法定通貨に両替する金融サービス商品ですね、いわゆるブリッジ通貨、 XRP をブリッジ通貨にして、例えばドル、 XRP、例えばまあペソとか、まあ、そういう感じですね、世界中さまざまなところに送金する、ね、サービス商品、リップル社のサービス商品になります。例えば SBI バーチャルカレンシーなどを含む仮想通貨取引所を運営する企業ですとかね、初の銀行からの利用の発表も相次いでいるということで、今最も注目を浴びている、まあ、プロダクトになるのかなというふうに思います。さあ、それではね、マーキュリー FX 初の XRP 利用送金、 XRP 関連の最新情報もということですので、ですね、パッと行ってみたいと思うんですけれども、リップル社、最先端の送金ソリューションである XRP を導入する、ね、アメリカの外貨送金企業マーキュリー FX は6日、 XRP を初利用した国際、ね、クロスボーダー商業送金に成功したことを発表したということですね。はい、今回の送金は、フィリピンでね、ハニームーン、まあ、いわゆるハネムーンですね、ハネムーンを過ごしたイギリスですね、イギリスにいるクライアントより、これエッジウォーターダイブ&スパというリゾートに対する決済を行ったということですね。ハネムーンで、はい、フィリピンでハネムーンを過ごしている中で、商業送金のね、決済を行ったということですので、まあ、楽しみながら送金を行ったということでしょうかね、羨ましいですね。まあ、こういう形でツイッターの方、マーキュリー FX のね、ツイッターでも発表されておりますので、気になる方はぜひね、リンクの方貼っておきますので、そちらから辿ってみてください。はい、そしてマーキュリー FX はですね、同発表に伴い、メキシコとフィリピンに向けた仮想通貨 XRP 使用の決済サービスを個人および企業に向けて提供開始したと、ね、正式発表したということですね。これ結構大きな流れになってきますね。はい、まあ、まあ、現在ですね、メキシコとフィリピンをXRP のサービス対象国としているんですけれども、まあ、他の動画でもお伝えした通り、マーキュリー FX の、ね、CEO はですね、コンスタンスさんは、2019年前半までに10カ国におけるXRP の決済チャンネルの、ね、実施計画も明らかにしているというところで、どんどん加速度的に始まっていくのかなというふうに感じますね。ちなみにリップル社主催のイベント、リップル、これはレジョナルスでしたかね、これは地方のとかね、まあ、そういった意味合いがあるようですので、リップルのね、まあ、地方向けの、イベントということで解釈でいいかと思います。さあ、コンスタンスさんはですね、コメントを出しておりまして、マーキュリー FX は中東やカナダにも XRP の実利用展開を予定していると。 XRP とリップル社が提供するものは現在アクセスできない市場へのエントリーを、ね、可能にしてくれるということですので、本当にその、まあ、先進国から新興国向けの送金というのも、ね、可能にしていきたいという熱い思いが、ね、含まれていると思います。現在メキシコとフィリピンだが、今年の、ね、半ばまでには10カ国に拡大しているだろう、さらにそれ以上の市場拡大も難しくないはずだということですので、ここが大いに期待したいところですね。はい、あとはですね、まあ、このあたりのニュースもお伝えしてますね。マーキュリー FX の CEO はですね、XRP
のプロダクトをね、見たとき、聞いた瞬間に一目惚れしたというふうにね、コメントしていて、Swift よりもね、優れているということでね、熱く力説はしていますね。そして、またエクスラピット利用の実証実験としてのメキシコの個人への寄付の、ね、送金が成功したこと、メキシコイギリスの食品の輸入における決済に利用できた点についても言及したということで、これも他の動画で、ね、お伝えしていますけれども、特に、ね、食品輸入のケースに関しては送金側のフード会社マスタードフーズ社はですね、エクスラピットの送金で、なんとね、79.17、まあ、これポンドですね、11,226円の節約と、なんと31時間の取引時間短縮に成功したという、ね、前例もありますので、こうなるとですね、もうコルレスバンク、ノストロー口座とかね、そこちらに資金を前もって用意する必要はなく、送金コストの節約と大幅な決済時間短縮、極めて重要な事例と言えるということで、まあ、今後この流れどんどん普及していくかなというふうにやっぱ思いますし、そのコスト削減はですね、個人でも企業でも本当に第一命題といいますかね、もう必須ですから、まあ、ここにね、どんどんこうたくさんの企業が乗っかっていって、世界中に普及していってほしいなというところですね。はい、そして、CZ さんですね、ジャオ・チャンポンさん、バイナンスの、ね、CEO ですけれども、XRP の有価証券問題に言及しております。仮想通貨取引所ですね、バイナンスの代表者である、ジャオさんはですね、5日に行った AMA セクション、これは Ask Me Anything ですね、日本語で言うと、〇〇だけど、ね、質問あるみたいな、流れなんですけれども、XRP について言及しているようですね。現在リップル社はですね、 XRP の有価証券問題にめぐる訴訟で議論の的になっているが、それが立証されるまでは我々は有価証券とみなさない、よって我々は独自の判断をもとに XRP を支持するということで、そして XRP が中央集権的だという声はよく耳にするが、市場は市場の判断で方向を決めるということですので、その中央集権的というね、問題、訴訟、そういったものもありますけれども、まあ、訴訟問題に関してはですね、その連邦裁判、州裁判から連邦裁判の方に移ったという、ね、良いニュースも、入っておりますし、まあ、その中央集権的かどうかというのは、実際に、まあ、市場が、まあ、いわゆる投資家という、ね、言われる人たちによってその方向性が、ね、決められるということですので、まあ、今はそのジャオさん自身がその有価証券かどうかという、ね、決められるものでもないというようなところかなというふうに思っております。このバイナンスはですね、本当にその明確なプロダクト、事業展開ですとかね、まあ、ICO なんかもすごくうまくいってますし、その BNB の今すごい 20% を超える高騰などもね、あって非常に波に乗っていて、この仮想通貨市場全体をね、こう牽引してくれる存在ですので、まあ、実際のところ XRP にかける期待プラス、このね、ジャオさん、バイナンス CEO のね、動き、働き方によってはですね、本当に XRP が跳ねる、可能性も大いにありますし、それプラス仮想通貨全体の、ね、活性化につながっていけばですね、より僕たちの資産というのが増えていく可能性が高いですので、まあ、このあたり十分チェックしていきたいなというふうに思っております。さあ、久しぶりに、ね、ニュース、斜め読みしていきましたけども、結構がっつりやっちゃいましたね。はい、まあ、速報という形で、ね、お伝えしましたけれども、今後、ね、XRP の動き、マークイリ FX の動きですね、目が離せませんし、何かあればまた情報をね、お伝えしていきたいと思います。何か仮想通貨に関する質問ですとか、例えば YouTuber になりたいぞと、 YouTube で広告収入を得て好きなことをね、はい、あれは何だろう、はい、うちの娘がね質問してくれてますけれどもね、こういった形で在宅の、ね、仕事はいわゆる副業と言われたりもしますけれども、まあ、YouTube での広告収入も、ね、立派な副業ですけれども、傍らで行うものが副業ではなくて、副業、ネットでやっぱり1万円以上稼ぐ、例えば5万、10万、さらには、ね、100万以上稼ぐっていうのは、やっぱ本気にならないとやっぱできない仕事ですので、僕なんかもね、今、家庭保育しながら2人の子供をね、見て、一番上は、幼稚園に行ってますけれども、それもですね、片手間でやったからね、今こうやって軌道に乗せられているかというと、そうではなくてですね、本気で3ヶ月みっちりね、好きなビールもやめて取り組んだっていう実績がありますから、まあ、こう確信を持って言えるんですけれども、本当に副業として自分の収入枠を増やしたいということであればですね、やはりそれなりの覚悟も必要ですし、日々たゆまぬ、ね、努力と行動が起こせなければですね、結果は出てきませんので、でもそこはね、一人でやる
とやっぱり苦しい世界になりますので、まあ、そういった意味ではね、僕のラインアット、小文字の XJQ 数字の9026、小文字の A ですね、もしくはあの説明欄の方に URL 載っけておりますので、ラインアット登録していただければですね、質問とか受けておりますし、まあ、有益な動画とかねあれば撮ってすぐにシェアいたしますのでね、登録していただければと思います。はい、それでは速報という形でお届けいたしました。共に資産構築のために頑張ってまいりましょう。本日も動画をご覧いただきありがとうございました。